お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュトライアルやっていくんですけど、今日はですねこちら超高回転ウォールブレイカーバレルのね枯渇駅やっていきたいと思います。枯渇がね皆さん環境ついにやっときたんじゃないでしょうか。まあ枯渇環境というよりかは、まあ、やっとまともに枯渇が使える環境という感じですかね。今まではファイスピでねもうボコスカやられてたゴブリンバレルですけど、ファイスピね、もういなくなりましたね。いなくなって、まあ、雪で一応ゴブリンバレル完封はできるんですけど、結構シビアですね。タイミングが難しいので、毎回完封されるってこともほぼないと思いますし、まあ、されるとしても、プリンセスであったり、遠距離系がね、生き残りますので、まあ、全然枯渇はね、ここから増えていくんじゃないかなと。いうわけで、なんか枯渇いろんな方があるんですけど、ムート入りとか、まあ、なんかテスラとかね、いろいろあるんですけど、今日はね、このめっちゃ高回転だね。やつ海外のプレイヤーが、モルテンっていうね、プレイヤーもめっちゃうまいね、枯渇プレイヤーが使ってましたので、これちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、このね、枯渇は施設が入ってないんですよ。で、その代わりに、強化されたハンターですね、がいるので、マジでハンターを高回転で置きまくって、基本防衛すると思ってください。で、攻めは、マジで、それも本当に一緒で、ゴブリンバレルが、バカ回転もあります、早いので、なんで、ゴブリンバレルも手札に回ってきたら投げるぐらいの感覚で、ウォールブレイカーもね、でも攻めて攻めまくる枯渇ですね。さあ、ナイト、ユキ、ホグとかなのかな、なんだこれ。さあ、ホグ、おい、ホグではない。なんか、相手の、バルンですね。いやー、このね、雪玉がマジで、剥げるぐらい強いんですけど、強いですけど、相手が攻め雪をね、ちょうど使ったタイミングで、攻めたことにより、そこそこにダメージが入ったよ。そして、樽を抑えたので、いやー、LSP でね、一発ぐらいしかね、入んないです。1、2発か。さあ、樽雪のバルーンですね。だからバルーンも復活というか、まあ別にゼロではなかったか。まあ樽雪系の反対入りのバルーンだったりとか、いや、マジね、最近なかったデッキはね、復活しすぎててちょっとわかんないですね。これ雪でねパーンって後ろに弾かれるだけでダメージ入るっていうね、もうえぐいっすよね。バルーンチンパンっていうバルーンがチンパンになっちゃったっすね。でコウモリ系かな、ちょっと警戒しながら。でこれね地味にうざいと思うんですよ。タリウキだとこのバルキリーの後ろのオールブレーカーがきつくて、ここにねコウホストを使うとみたいな。でこれちょっと延命できそうならしてあげたいね。でまあ一個これ守れんのかな、なんか、際どいっすよね。守れそうで、守れなさそう。おー、いや、完封ですね。これは相手がうまい。いや、マジでね、僕これ、雪玉だとね、神相性なんですけど、ウッドだと、ハンター2発で止められるんですけど、攻め雪玉ですね。あんな感じにされるとちょっと厄介かなっていう。さあ、まあ、守る構えを見せながらの、このプリンを延命してあげたいな。さあ。いや、ハンター、一発欲しい。さあ、まあまあまあ、一発なんでね。一発耐えてる。いや、これさ、耐えてるっていうのかな。まあ、耐えてはいるんですよ。で、ちょっとね、延命もね、意識してあげて。うわぁ、相手タルババとか何も使わない。いや、もうこれプリンが入る。プリンが入る、熱い。で、これ、拾って、ハンターがめっちゃ早めに、いや、タワーが攻撃してる。いや、熱い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 、これは、ウッド圏内なんで。まあ、280多分ね、相手も耐えれると思ってるんじゃないのかな、俺の予想では。俺の予想では耐えれると思ってる。でも、これ耐えさせないんですよね。OKOK、はい、あぶねあ、ぶっちゃけ負けかなーみたいなね。ちょっと怖かったけど、よし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 、ラッキーすぎる。さあ、もうマジでね、ハンターだけあれば、ラバとかバルーンとか守れる時代が帰ってきましたから、とりあえず対空の枠ね、まあ、ハンターだけ入れて、で、ハンターに行くとか打ったら、まあ、ゴブリンバレル、ウォールブレイカー、どっか刺さるよねっていうさ、スケルトン部隊、スケル、なんだろうな、ザップ、ゴレか、もしかしてゴレダクネかな。いや、ゴレダクネバカ減ったっすね、ダクネが。いや、違えな、わかんねえな。ダクネがなんかもう、全然、広がりになっちゃったっすよね。やなめ。いや、ヤザーだからな。いや、いいよ。おー、仕込み。次、スケーブっすね。バレル飛ばしても。いや、ゴレダクネだと思いますね。
ポルドクネだと思う。いや、スパーキーでした。で、まあ、これは別に3コス使ってくれたら美味しいなっていうゴブリンバレル。いや、無視、まあ一旦無視っすね、一旦。ヤナーメザップでしたね。やべ、声がなんかガラガラ。ヤナーメザップってことはうちのハンター最強なので、まあ、ハンター置いてあげて、よいしょ、で耐えてもらって、よいしょ、コウモリ、オッケーオッケー、まあ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 、これで入らないでしょ。低めハンターも置いちゃって、上をスケー、 ISP、 バルキリー等で耐えれば全然いいんじゃないか。矢沢なんでね、あの僕の攻めもあんま通らないんですけど、相手の攻めも通らないって考えると全然戦えますね。お互い通らない中でどうやって通すかっていうのと、どうやってちゃんと守れるかっていう感じかな、今回の試合は。さあ、まあプリン出してあげて、この辺に出してくとね、相手の次の攻めも守れるっすよね。さあ来ない。え、単品、まさかのびっくり単品来た。さあ、これちょっと延命したいのかな。で、このさ、バルキリーとかのセットのね、ウォールブレーカーであったり、あれが強いっすよね。なんだっけ、バレル、だからバルキリーとか、まあ盾ですね、盾だったら何でもいいですけど、ターゲットを取っている間の後ろから来るウォールブレーカーと、まあそのタイミングでね来る、なんだ、よいしょ、このバレルね、これバルキリーが今盾取ってるからこそダメージが結構入るっていうね。いや、これ強いっすよね、マジで。ナイトでもなんですけど、結局まだウォールブレーカーが押してるっていうのも強いですね。ちょっとあれをゴブリンバレル、ゴブリンバレルじゃねえな、なんだっけ、もう名前が出てこんねん。最近なんかグラロはさ、名前がもう出てこないんだよ。そんなことある。そう、バルキリーね、バルキリー押してるから早いの、早いの、バルキリーが。で、タワーにバルキリーがもうプレッシャー与えてくれる。で、気づけば右なんかダメージ受けてるんですよね、相手のあれかな、ミニペ。あれでミニペでなんかダメージ受けてるんですけど、よいしょ、まあ早めにここ溶かしてあげて、いや、これもう守れそうだな。いや、強え。なんかもうユニットがさ、これさ、プリン絶対事故るだよな、マジで。こういうの分かる、俺何回も事故ってきた、これすぐ事故るからな、あれ。さあ飛ばして、一応ねやってあげて、まあ後ろ一生プリンで、いや入るんだ、ザップってよな、相手あんな早いタイミングでザップ打ったのに、あれ入るの、なんか申し訳ないな。いや、もうプリンがパーティーしてる。プリンパーティーで、しっかり早めにスパーキー打たせてあげて、これ事故らないようにしっかりね。で、今ヤナメ使ったんで、きついっすよね。おい、ハンター事故だけやめてくれよ。一発、一発、一発だよ、あと1だよ、1。で、回転が早いから、またね、無限に回るよねっていう。いや、このね、回転速いのが強いっすよね。結局、ハンターが無双するし、プリンセスも無双するし、ゴブリンバレルも無双するしっていう。結局もね、高回転強いんですよね。さあ、もうマジで回転速いので、無限に行きましょう、無限によろしく。もう無限に攻めないと、逆になんかね、手札が詰まるというか、じゃピンチになったりもね、すると思うので、もう攻めまくることも大事っすよね。さあ、D が、で、ボムタワーなので、ワンチャンこれマジアチきますね。違うかな？スケか。スケボム、バルーンか。D が、バルーンっぽい気もするが、いや、バルーンっていうか、タルユキ系さ、多くない？なんか。もう、タルユキ系きついんすよね。よいしょ。いやー、でもこれはね、相手ちょうど雪咲いてたのかな、でかい。さあさあさあ、いやー、今回タル雪ディガーバルーンですね。なのでハンターに対してもう雪玉打たれるだけでバルーン一発絶対が入るんですよ。 100% 入るんですよ。だからそれ以上に攻めてダメージを稼ぐなり、なんかね、僕はどうにかダメージを稼いでいかないといけないよねって話で、次ボムのサイクルだから、ボムタワーをちょっとあんまり使いにくいね、ユニットで攻める。いや、このプリン延命しなかったな。ウォールブレーカーだとね、今別にボムタワー置かれて、ポイってね、なんか適当に倒されてたんで。おい、ケツバルーン。ケツはね、
まあ、嫌ではあるが、ハンター2周回せるんだね。そう。そうそうそう。いや、ハンターね。OK、勇気も使った。逆にチャンサー？まあ、バレるね。で、いや、一応横ずらす。目がいい、目が。目がいいのよ、目がね。で、今次、橋巻き玉はハンター。まあ、雪玉打たれるとき一発入るんですけどね。さあ、ウォールブレイカー。これにはボムか？さあ、このボム、高いのはプリンでした、さよなら。で、このプリンを倒しに来たら、延命はするが、さあ、バレルで飛ばしてね。回転早いからね、相手これ結構きついんじゃないのか。で、もうゴリゴリ攻めますね。これ相手ボムか、ああ、いい。いや、でも入る。いや、それが入っちゃうんだな。強くね？今の入るのか。いや、マジ、回転が早すぎてさ、相手のね、サイクル、ボムタワーのサイクルがちょっとね、間に合ってないんですよね。いや、これ許容やべえな。これもうワンパンされるんですよね。一応、高め高め。マジ、プリン高めめっちゃ強いっす。これ相手のボムとか全部、ボムというかこういうのね、処理できるんで。で、僕これワンパンされる可能性あるんで、ハンターが絶対に死なないようにだけ守ります。ハンターが死ななければ、これね、バルーンダメージ受けるんですけど、受けるけど、オッケー。絶対ね、タワーが折られるまではいかないので。これハンターさ、バグれ。アイゴで貫通してさ、鬼突破してくんねえかな。お、バルキリーが刻んでく。いや、強っ。これに勝てるんですよ。いや、なかなかっすけどね、マジ。ハンターとあと回転力ですね、結局は。さあ、ちょっとね、同じような感じのデッキはね、多いですね。バルーン系が。ソウルブレイカー。ザピー。ザピオくんだ。新エタイルーフグも結構復活してる。うん、あと、なんだっけな。ザッピ入りだったらでもキョスケロイジャイとか。多分それぐらいだと思う。で、ファイボなので、新エタイルーフグの可能性が結構高くなったっすね。ホバリングは厄介かな。で、まあ、豚もね、意外とバルキリーハンターいるものの結構削られちゃうんで、おっさ、小屋でしたね。これウッド打つか。暇なんでね。暇なんでウッド打ってカード回しっすね。ウォールブレイカー。いや、いい。ああ、槍込み優秀。あんな優秀な槍見たことね。さあ、これは、ファイボヤガーメのロイホグデッキかな。なんか見たことあるな、これ。僕が前所属してたクランで使ってる人がいた気がする。こういうの。さあ。で、ロイグ来たら、まあ、バルキリーで頑張ってもらって。で、あと、ホバーいた気がするけど。いた気がするけど、みたいな。まあ、覚えてねえな。ファイブはですね。だからもうマジ僕、めっちゃ攻めるのが正解かな。で、回転でね。マジ。さっきから回転って言葉しか言ってないんですけど、でも本当にそれぐらい重要なんだね。高回転のこの回転って。さあ、両方ともほどほどに受けて、ほどほどに受けて、ファイボー。で、これに矢とか使ったら次プリンもうざいですからね、相手は。このプリンがうざい。あれに対して何出すかだな。これ、今出しちゃうとアウトロースパとかで綺麗にいかれるんで、なんか固めて出してくれたら、なんか出してくれたら普通にプリン出したい。だけど、あれでも待ってんのかな。ああ、これはもう低めで受けてね。美味しくいただいて、さあ削り行こう。回転率、すべては高回転。で、あれ、ウォールブレイカーで意外とね、溶かすの大事なんですよね。小屋。小屋系残るとめんどくさいじゃないですか。で、ウォールブレイカーでね、ちょっと破壊します。さあ、で、ここはまあ延命してあげて、で、回転速いの生かして、支えます。で、これは行ってんじゃないか？矢使ってる。俺の適当ウッドが、あ、当たってく！いや、いいよ。ウッドをね、マジで適当に転がすのが大事。タイミングわかんないからね、意外と。さあ、で、バルキリー。で、右サイドでもね、振っていきましょう。オッケーオッケー。で、一コスケでまた回して、プリンセス置きつつの、これゴブリンバレル。じゃ、ロイホグブッパ来るかな？さあ、これはさすがにこっちかな。で、あ、待って、ハンターがバルキリーに。さあ、飛ばす。矢使うか？矢使わねえかな。ファイボー、あー、じゃあこっちに矢か。あ、攻め矢使ってましたね。小屋だな。で、1300側に
攻め穴埋めとか打たれるの嫌なので、僕はちょっとこんな感じでね、反対側にユニットをね出していきます。やべえ、ずれた、位置がずれたけど、たまたま相手の位置とずれた。俺天才かこれマジでたまたまの領域超えすぎだろ。オッケーオッケー。さあ僕がピンチなのはこっちなんで、こっちはこれで押さえてホバのタゲをしっかり取ると、で回ってきたら飛ばすと。やばい、まあ同じなんですけど、無限にサイクルがね、これがね相手はきついよねっていう話で、こういうちょっとおしゃれにハンタースケとかでプレッシャーかけてね。でプリン今ね出すとね、穴埋めで全部行かれる恐れがあるからな、ちょっとしっかりね間開けてあげて、でこれでもうゴブリバレル回ったんですよ。いやこれがね基本的には止まんないね。でこれ穴埋め打ったらみたいな、いろいろあるし。でハンターからのバルキリーをちょっとね遠ざかせるね。いやいいね、なんかもう雰囲気めっちゃいい感じじゃない。でウッドでねカード回しつつ、これハンター事故って入るんですよね、拡散よく。いやプリンが溜まっていく。で、あと次、ウッド圏内なので、オッケー。さあ、気づけばプリンも溜まるし、みたいなね。おい。いや、枯渇はね、こう、なんかね、気持ちいいっすね。決まると気持ちいいね。うん。あのね、まあ、できるだけ本当低コストで回すイメージですね。手札にバルキリーあるからバルキリー出すっていうのをやめるっていうのが大事ですね。もう、プリンセス、ウォールブレーカー、スケアイスピー、ゴブリンバレーで回るんですよ。だから攻めて、プリンセスで守る、で、スケアイスピーで回す、で、もう一回攻めてができるわけなんですよね。だからそんな感じのリズムを無限にできるといいんだけど、今回の相手は、ホーグ。26? 大砲バージョン?いや、ホーグはね、これはね、ちょっとめんどくさいっすよね。相手のホグライダーを完封するのがめちゃくちゃ大変です。今一応できたものの、スケアイスピュットってか、まあアイスピュット系をねしっかり使っていかなきゃ結構きついと思うんですよこれ。そう、ハンターだとね結局一発いるから、ウッドがね、ハンターウッドとかなんかウッドみたいながいるわけで、相手にアイゴルホグされると、だから攻め5とかされだすとね、もう話が変わってきますから。で、5だったか。これ、ウッドか。あれ、大砲か。大砲とウッドで。いや、これでね、なかなか大変っすよ。非常にね。8枚プリンでめっちゃ削りたいけど、相手も多いっすからね。なんかそういう太陽カードが。大砲も似合うな。相手がさ、全然攻めてこないね。いや、これは美味しい。ホグに対しての近畿道はマジでできたのでかいっすね。さあ、で、アイスピのこのダメージも届かないか。ウッドか。いや、全然回転がさ、もう一緒。てか、俺よりも早い。2.6 億だもんな。俺も 2.5 億勝ってたからな。一緒っちゃ一緒なんだけど。マスケでくんのかな?ちょっと延命してようかね。今行ったら5も来たので。よし。さあ。大砲、強えな。いや、これ強えな。ちょっと待て。俺ダメージが通る気がせんけど通ってる。なんてやねん。さあ、で、いや待って、ミスった。いやミスった。ウォールブレーカーとウッドミスったけど、逆に逆もねえな。いや入る。いやそこそこに入る。いやでかいんだよなマジ。全然戦えそうなんだよな。いやこれがな、攻め5か。で、マジ、ホグの一発。いや、いらねえ、これ。マジいらねえ。何やってんだ。いや、プリンナイス。で、こっちに、これも熱いよ。いや、熱い。で、大砲使わせて、相手のね、こう、ちょっとコスト重いは大砲なんでね。いや、コスト重いで大砲ってやばいな。で、ホグ一応来るかも。さ、バルキリー。いや、来るよね。そりゃ来るよねっていう話よ。ウッドどこに使う?いや、使いたいとこ多すぎるんだよね、相手ウッド。これ5かな?いや、5だよな、さすがに。削る。いやー、後半5ウッド削りされるんで、もう、今の間にちょっとダメージを与えれるなら与えたいんだけど、与えれねえんだよな、それが。さあ、大砲。いや、いい。いい。あー、全然飛んでやっけ。俺のウッド削りでしか通ってねえ。ウッド削りやりたいんだけど、
やったらホグが一発確定で入るので、ちょっとこの間ちょっと攻めてね、相手にあんま攻めさせたくないねんな。 OK、 スキア SP 打ってある。いやー、そう、感電やだ。うっ、一発は、いやでも待って、ダメージ意外と、ダメージ意外と頑張ってるぞ。さあさあさあ、いやマジでさ、なんかワンチャン、本当にワンチャンをさ掴めそうなんだよな。いやなんかワンチャンがある。いやハンター、ふっ、 OK、 熱い、マジ熱い。で俺らこれ結構気づいたのが、この延命かもしれない、この延命が大事で。いや相手のファイブ削り来た。ちょっと待って、セコすぎる。いや、それは相手負け筋引いてくよ、対戦相手くん。いや、待って、ワンチャル。フィーバーして。いや、邪魔だな。ファイブ来る。いや、ファイブ無理。ファイブ無理ですね。はい、ちょっと惜しかったな、ウッドダメージが。くっ、いや、なんか入ればぐらいですけど、まあ、ウォールブレイカーに大砲で、まあ、ファイブとウッド、めっちゃなんかありがとう言ってくんじゃん。まあ、これはね、結構きついレベルじゃないかなと思いますね。施設がないので、しょうがないですね。こういうことは起こり得ますね。はい、というわけで、まあ、高回転すぎる枯渇なので、ちょっとね、施設入れたいよとかいろいろ思う方もいると思うんですけど、一応このね、アイスピの枠からムート型っていうのもあったので、ぜひね、そちらも使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。